盗んだら怒るで。そういうやつらが盗んで、またそいつら買わなかったね。でかいスズロコンシュマン家族買ってるのすると。え、ジョレーどうっす、チョリースチョリースお待ちできるよ。今日はですか、今日はですね、うん、まあ、単純に、まあ、カニエに、うん、工具専門店の買取王国っていうところがありまして、工具専門買取王国っていうのがあるね。はい、建設業のもうなんかあの宝庫って言われたところですね。泥棒の宝庫だろ、泥棒の庫。みんな風呂敷かぶってるもんね。売りに来る人は。そこに今こう持ってこうってことでしょ。そうっす、うん、で、まあ、これはちょっと一つ本社がさ、結構今おしゃれおしゃれって言ってくれるんですけど、まあ、うちその梅雨の時期からやったんだよな。確か梅雨時期で、そうですね。で、梅雨の時期にやった時にこれさ、まあいろいろ、まあ他にもあるんだけど、電動工具とかね、あの結局自分たちでやろうってことでこれ結構買ったんですよ。で、結局使ってへんだよね、これ。これも俺結構使ってない。これもね、その時しか使ってない、ほぼ新品。はい、うん、だって1回しか使ってない。でもまあこれ自分たちで雨の日に降った日とかなんだかんだ言ったら2、3ヶ月かけてやってる。で、大工さんにも1人は手伝ってもらってたんだけど、大工さんが、はい、もうプロの人が1人だけ入ってもらって、あとは、はい、うちの人間、あのベトナム人とかも何十人もおるもんね、社員が。はい、雨の日はここで仕事しやんよみたいな感じで結構何ヶ月かかけて工事したんですけど、はい、まあこれを何ですか今日、うん、売りに行って、うん、まあ今日うん、まあ動画で上がってる日は、ね、いつか分かんないですけど土曜日なんで、うんうん、まあちょっと飲み代の足しにでもできたらなと思って。ふざけんじゃねえよ、ひどい、手使わされたと思っとんのこいつに。つまらんキャバクラに。ちょっと帰ろう言っとんのに、またキャバぐらいって、あの10分で帰らされて俺。ああ10分で帰らされて、10分で帰ったんですよ。10分で帰らされて。で、まあ今日はこれをきちんと売りに行くと、きちんと売りに行くと、うん、で、まあ嫌いになるか分からんけど、はい、あのよく、まあさ、視聴者の皆さん、あの泥棒とか聞くだろ。聞きますね、あの現場で職人、俺はまあ今職人さんとあんまり喋る機会ないで分からんけど、はい、現場行くと多分ね、コメント欄とかさ、まあ、盗まれました、盗まれた言っとるじゃん。結構やっぱ置いてくんで、うん、長いんでやっぱりそういうでかい工事とかだと、うん、やっぱ取られちゃうんですよね、これいいなと、うん、そうそう、俺もなんか会社やってるもん、何回も現場に盗まれてるし、はい、で実際にこういうのがいくらで売れるかだね。まあそうですね、視聴者の皆さんも、はい、これでじゃあ売れるんだろうって、まあなかなか売らんじゃん、プロで仕事してる人たちって自分で買ったものだって売らんじゃん、売らないですね、うん、どんだけ買えなくてもその商売道具ですもんね。せっかくなんで、まあこういう泥棒とかも多い時期だから、はい、余計にこういうのまあ売って、じゃあどれぐらいで売れるんだ、こんな値段で売れるんだ、はい、あ、じゃあきちんと大事にしなきゃなっていう動画になったら面白いのかなと思うんだけど、はい、まあ、これを負けないよ、俺はこれやろうね。なんかこれ全然伸びんかったけどな、あの動画が。こんななんかもう骨董品巻きたの。これもついね、これはもう企画で撮っただけなんで、はい、うん、まあ売りに行こうかなと思ってね。よし、じゃあちょっと入れてみましょうか。はい、もうちょっともう移動中めんどくせえ、ちょっとワープさせてね。わかりました。じゃあ僕は練習でお手本見せますよ、普通に、うんうん、工具買い取り専門奥まで、バッ。これで、これで、これ視聴者の皆さん、とりあえず一回行きたいと思います。あ、あります、あります。ごめんなさい、ちょっと今立て込んでるんで少々お待ちいただいてください。あ、わかりました。とりあえず指貸して冷たいわ。これ多分あれですよね、普通になんか悪いやつ捕まえた時にこうやってとりあえず次行こう。あ、あるじゃん、4万のせいだよ。お、期待できるぞ、期待できるぞ、期待できる。あ、これ同じやつじゃん。すいません、大変お待たせしました。あ、ごめんなさい、大変お待たせしました。はい、じゃあお買い取りですね、はい、お渡していただきます。こんなん売れんか、これヤフオクで何か買ったの。こんなん売れん、何でしたか。ネットで買った、ヤフオクで買った、それで買った。もう、ほとんどほとんどいいんだ。あ、いけます、全然、こんなん売れ、全然いけます。比べてみよう、はい、今回コンセンのカーブの道です。あ、いや、持ってない、持ってるけど、あ、お前持ってんの、お前持ってんの、はい、しっかりしますね。はい、すごいしっかりします、免許証コピーとか身分証明書の投品とかも、はい、20分ぐらいでお時間いただくと思います。はい、あ、あるよ、あのやつ分かってこう、これか、楽しいな。
2点ですね、すみません、消費税が入りまして770円になります、ね、はい、はい、すみません、お待たせしました。買って全部終わりまして、全部で8万円に、結構いいからね、はい、コンプレッサー入れてでもコンプレッサーが4万円になりますね。あの、外のやつ、あれ20万か、25万ですね。そうですね、はい、はい、はい、店頭でいくら並ぶ、10万ぐらい、いや、そんなしないです、はい、これで、マキタのこれで釘打ちの方が1万6000円ですね。あ、釘打ちの方が、はい、こっちの方がで、これは結構する、これは新品にいくらあった？これ何回買ったのかな。そうですね、1回しか使ってないのかな。結構高圧の鉄砲2種は頑張ってお値段付け出していただいたんですけど、で、ネイラーフィニッシュの方が1万3000円ですね。新品だとどれぐらいで売ってるんですか、はい、普通に買うとですか、6万、7万ぐらいですかね。はいはいはい、これはどう正直安かったです。いくら700円と取っとくわ。はい、申し訳ないです。倉庫に寝かすのもったいないんでね。またぜひご検討いただければ、はい、ありがとう、はい、また何かあったら持ってます。ちょっと安い、安いですよ。まあまあでもいいんじゃないですか、ただで手に入ったやつなんで。ただで手に入った、はい、ただ手に入ったやつじゃなかったっけ、あれ。どういうこと、盗んだで、はい、それは言ったからだろうと。ああ、そうっすね、そういうことやった、盗んだって感じがするこんなに金持っとってお前盗んのってのバカだぞコンプレッサー4万、コンプレッサーが4万、まあ、いや、もらってないですね。あ、クレーン買ったんか。まあ視聴者の人で大工さんだったらよう分かると思うけど、あれ20万ぐらいするでしょ、もっとしたでしょ。もっとするっす、コンプレッサーね、高圧コンプレッサーって、はい、で、あのクシャンクシャンクシャンってあの釘とか打ったやつも多分俺ピストルっすね、6万とかしたと思うんだよな。逆にいや、俺思ったんだけど一つ、はい、あんな値段でしか売れんのに盗む、だったらもっと違うもん盗めやと思うけど。はい、だってあんなもん盗んでさ、リスク高いじゃん。高いですね。でもあれって普通にもう手で持てるじゃないですか、なんか普通にパパって。あ、現場とかで。そうです、現場とかです。あ、ほんで持っとったらもう分かんへんしな。そう、だ誰のやつか分からんすもんね。普通にもパーって帰ってっても普通に「お疲れ」とか言って「お疲れ様です」とか言って分からんすもんね。ああ、なるほどな。あ、そういうのもあるんじゃないですかね。リスクが薄いから。リスクが薄いと思う、それに関しては。ただでもその多分動画でも流れてますけど、うん、すごいしっかりしましたよね。なんか免許証のコピーとか。ああ、それはちゃんとやってた。そういう盗難とか、盗難とか。あんなんじゃ、レクサスとかランクルってあるじゃん。はい、あんなんさ、だってさ、まあ、ミネで1000万とかだろ、買うと1000万とかするし、1000円ちょっとで盗んで、まあ、あ、海外に売るんだろ多分。そうじゃないですかね。だってタイヤとかにもロックかけとるやん、ランクルとか絶対に。だってもうあのロック自体が高いですからね。えあのロック自体が高いですからね。そうだよな、何万だよな、はい。だからロック盗めへんよな、いっぱい。ロック盗めへんよな、で、ランクル乗ったやつ売ってないですよね、ロックを。そっちがよ、儲かるか。儲かるね。だけど、本当ランクルとか、ああいう車盗んだ方が、まあ、はい、盗んだ方がって言ったらいかんけど、はい、だから俺の試合とかも結構盗まれてるけどさ、ね、金にはなるっすよね、100%。そうそう、で、まあ、こっち側もさ、まあ、ぶっちゃけ保険入っとるもんね、はい、そんなにじゃあ、もう許さんぞ、バカ野郎ってないやん。だけど、道具盗んだら怒るで。仕事も止まってまうし、間違いない。金もそうだけど、買ったら50万かかるもの盗まれて、はい、で仕事も全部止まっちゃって、止まっちゃって買うまで怒るで。怒りますよね、さすがに。それ怒るでしょ。道具って本当に困ることじゃん。困るっすね、まあ、ほんで同じ建設業界のやつらがさ、お互いに厳しい世の中で、はい、仲間から盗んのんだからね。それは嫌っすよね、なんか潰しちゃうような感じじゃないですか。そうそう、同じとな仲間を、うん、だって50万でまた買い替えなかんでね、はい、使っとるやつらは。はい、それをね、たった7万8万、あれ言って新品みたいなもんだから、ちょっと古いけど、はい、3年前に買った、その値段だから。もっと安いってことだろ。もっと安いです。使い込んどるやつなんか、はい、ね、結局なんか視聴者のね、動画じゃなくて、あのさ、はい、泥棒への啓発みたいな感じの動画が出てくる気もするんだけど同じ仲間から盗んでさ、ね、50万100万のもの盗んでさ、3万4万で売るんか10万で売るか知らんけど、はい、またそいつを買わなあかんねん。そうですね、儲かってねえねえって人やら、まあ、建設業なんかほんと厳しいからさ、道具持ち云々で大工さん、はい、一定2万5千とか3万ぐらいもらっとるだけじゃないの、常用だったら。まあそうですね、受けてどれぐらいなんか、まあ、受けてもそれぐらいにしかならんでしょ。5、6万にならんでしょ。だってそれで5、6万にはならないじゃないですか、大工さんでな。現場でやってる人はな、はい、一番上でお客さんが払って、あの設計からなんか入って、集客ね、企業として4、5万っていうのはあると思うんだわ。はい、うん、だけどね、現場でやっとる大工さんたちってさ、材料支給とかでやっとる人たちって、そんなだったらないと思うんだよな、俺は。分からんけど、そ
これ奴らが盗んで、またそいつら買わなかったね。でかいセスロコーションを家族がおってるのすると、そうそうそう、だってうちでもそうじゃん、インパクト全部盗まれたらさ、はい、例えば10台盗まれたら買わなかんじゃん、買わなかんじゃん、そしたらもうほんと50万飛んでくるわけじゃん、はい、だけどお前手いくらいなんだって、2、3万だろって、まあそうですね、1台1万だとして、そうそう、そんな感じですか、はい、そんな感じですね。あ、ほんでね、ちょっとライブをこれからあれだな、やっぱ飲みライブ盛り上がったもんで、そうですね、あのちょっともう飲みライブやってもうガチガチ盛り上がろうと思って、いつも結構盛り上がるんですよ、もうちょっとね暴走してまたこの間ミッチに止めてもらったんですけど、はい、まあギリギリのところでやっぱライブって結構やっぱみんなすごい楽しいんで、コメント欄もブワーって入れてくれるから、はい、やっぱ面白いで、俺らやっとっても面白いな、あれ面白いですね、うん、飲みながら、まあ、社長の場合コーナー攻めまくってますけど、ね、コーナーギリギリ第4コーナー250ぐらい、250ぐらい、カタリンが浮いとんじゃなくて俺4つ浮いとったよな、これね飛んでたわ、上当たりだったっすよ、上当たりだった、上当たりまあそれぐらい盛り上がってるんで、あの、はい、ぜひねチャンネル登録するとあのライブやったら瞬間に出るんだろう、そうですね、ピーテン、そうそう、でできるだけさ俺らもライブやるとやっぱ1000人以上2000人1500人ってやっぱねバーッて見てくれて盛り上がったライブやりたいなと思うんで、ぜひチャンネル登録したらやっぱ通知まで来るようにしとくとまた一番いいかもしれないね、はい、今からライブ始めましたよって出るから、はい、うん、でちょっと週1できや面白いけど、まあ月にまあ2、3回はやりたいですね、うん、お酒ライブ、はい、でちょっと定例のライブはもう一回今止めるかっていう話で、止めますね、はい、大変だしな、はい、曜日が決まっとるのがやっぱきついんですよ、きついですね、他のスケジュールが入らんもんね、この日は、はい、いやすいませんってなっちゃうもんね、ナイト的に飲んだ時にみんなで結構飲むから、はい、紹介したね、でまあ足場とかだけでもやってやりますね、飲みと飲みの、あ、飲みライブね、はい、うん、ぜひやってください、はい、もう俺なんてダメだ、暴走するなよ、僕ですか、うん、僕いつも止め役なんで大丈夫ですよ、みんなしゃべんなってお前イライラするわはい、ってことですね、はい、またねー、また見てね。